プロ野球開幕の3日前、支配下登録をつかんだ藤井皓哉。一度はプロ野球選手としてクビになり、育成契約から再び這い上がってきました。本当に、この1年で、支配下選手になって一軍でプレーするか、そのまま育成選手のままかっていうのでは本当にすごい野球人生としては変わってくると思うので、一日一日を、全力でやるだけだと思って、やってきました。2014年ドラフト4位高卒で広島に入団。しかし6年間で一軍登板はわずか14試合。おととし戦力外通告を突きつけられました。2軍では成績出して1軍で出せない、どうしてなのかなっていう、そういう感じの話をして。あ、なるほど。体も全然元気ですし、まだ野球をやりたい。その年トライアウトに参加。しかし NPB から声はかからず、選んだのは独立リーグ。1年目の去年5月、ホークスの3軍を相手になんとノーヒットノーランを達成。独立リーグでのピッチングが評価され、育成選手としてホークスに入団。春季キャンプでは藤本監督も舌を巻くほどの好投を連発。言葉の表現が正しいかどうか分かんないですけど、クビになった時に、やっぱりもう一度、見とけよと、そういう気持ちもあったので、そういうピッチングができたらいいかなと思いますね。オープン戦でも圧巻の投球。最速153キロのストレートと魔球フォースラが一番の武器。文句なしの成績で支配下を勝ち取りました。これからが、スタートだと思っているので、英語から、もう一度、気を引き締めて頑張っていこうという思いです。戦力外通告からの逆襲。どん底から掴んだ転機が独立リーグ時代にありました。そのルーツを探りにカメラが訪れたのは高知県。藤井が去年まで1年間在籍した独立リーグのチームがあります。 NPB 入りを目指す選手たちが野球に打ち込んでいます。チームを率いるのはこの監督。どこかで見覚えが。そう、元ホークスの吉田豊彦さん。 NPB でも40人ほどしかいない通算600試合登板を果たした鉄人左腕。20年間プロの世界を生き抜いてきました。広島を戦力外になった藤井を独立リーグに誘ったのが吉田監督でした。プロに行きたいんだったらうちだし、将来安泰というかですね、今後のことを考えるんであれば、社会人だなっていう話をさせてもらいました。もともとはやっぱり素材を持ってるじゃなかったらプロを選ばれてないですからね。だからそれを出し切れなかった悔いであったりとか後悔であったりとか、やはりもう一回一から出直すつもりでここでトライするっていう、そういう心の強さがあればまた戻れると思ってました。吉田さんの一言で、もう一度上を目指すならうちだということを言われて、やっぱりそっちで独立に行こうかなと決めました。はい、吉田監督は藤井のボールに衝撃を受けたといいます。はい、やっぱ手元で最後ドンってくる感じですよね。分かってても打てない、空振りが取れるんですよね。そこが魅力ですよね。145イニングで奪った三振は180。なんとリーグ新記録を打ち立てました。ストレートをバッターが分かってて当たらなかった、
もう空振りを取りまくってたっていう印象が強いですね、はい、いやこの人次元違うなっていうのはふと思いました。この高い奪三振力からある伝説が。さあ148キロズバッと決まりました。3球三振ターキー賞です。どういった賞だったんですか。3球三振だとですね、スポンサーの方からですね、紙面帳3キロプレゼントしてもらえるんですね。一応100キロ用意してくれたらしいんですけれども、後半入ってすぐぐらいにはもうクリアしたっていう、かなり、はい、いただいてたと思います。めちゃめちゃ取ってほしい。今年もある予定だったんですけど、去年七面鳥がいなくなりすぎて今年なくなっちゃったんで。三球三振を取りすぎて七面鳥が足りなくなる緊急事態に。申し訳ないですね、後輩たちには。NPB 復帰を目指し飛び込んだ独立リーグ、自分自身を見つめ直していました。やっぱ広島の頃はその狙いすぎて自分の投球が苦しくなって、ゾーン投げて打たれるっていうのが多かったので、もう真ん中でもファール取れぐらいの気持ちで行こうと思って、まあ、去年からやってきました。広島でどういうことを言われてたのかって僕はあえて聞きませんでしたね。やっぱそうやって役員をされてそのクビになった時に、あ、後悔の念がやっぱりいっぱいあったと思うんですよ。もっとこうしておけばよかったとか、ああしておけばよかったとか、だからもう一回やっぱりここでもう、ね、NPB 復帰するんだって強い思いを持った時に、もう自分の中で気持ちが変わってたと思うんですよ。藤井が磨き続けるのはピッチングの基本、ストレート。綺麗な回転は意識してます、ね。まあ、今そのラプソードとかトラックマンとかで回転数っていうのは結構みんな出てるんですけど、まあ、僕はそこよりはその回転効率って言って、そのどんだけ縦に回転してるかっていうのも変わるんですけど、それをまあ意識してます。ボールの回転軸や回転数を数値化して分析。再び掴んだ NPB の舞台で生き抜くため、理想のストレートを追い求めています。持ち前の奪三振力はさらにアップ。オープン戦では6回を投げ10奪三振、1試合9回でいくつの三振を奪えるかを示す奪三振率は 15.00。 ちなみに昨シーズンモイネロが記録した奪三振率は 12.06。 実は球界屈指のドクター系モイネロをも上回る数値を叩き出しているんです。そんな藤井の憧れが斉藤和巳。幼い頃からその姿を目に焼き付けてきました。綺麗なまっすぐですし、まあ、やっぱりスピードもありますし、その中でこうまっすぐとフォークを中心にやっぱり投げていて、やっぱ負けない投手っていうイメージなので、やっぱかっこいいなって思いましたね。オープン戦最終登板は古巣広島が相手。いつも以上に力が入ったと圧巻のピッチング。そこには挫折を糧に生まれ変わった藤井がいました。もう野球を楽しもうと思って行きました。広島の時と同じことをしても戻れないというか、同じ、それでやっぱりクビになってるんで、考え方というかそうですし、もう含めてやっぱり今までとは全然違うことをやっていこうと思ってやってました。NPB を知ってる人間がここに戻ってきた時のギャップっていうのは計り知れないですよ。県民球団であって、いろんなそういうイベントであったりとか、教室であったりとか、そういうことでも率先してやってくれましたし、やっぱそういう謙虚なところが、まあ、腹くくって最初から原点からやり直そうっていう、そういう思いがやっぱり結果として伝わったんじゃないかなと思うんですよね。まあ野球パフォーマンスだけじゃなく、そういう人間性も評価されたんじゃないかなと思います。
再起への希望をつかんだ独立リーグ。藤井もまたチームメイトの希望の光になっています。去年もそのシーズンオフはずっと藤井と練習してキャッチボールとかもしてて、負けたくないなっていうふうな思いもありましたし、越さなかったら僕もそういう上の世界にはいけないんだなっていうふうには思ってました。どんなに調子が悪くても試合を作っていけるかっていうのをしっかり試合の中で見せてもらえてたので、そこはもう学べるところがたくさんありました。ホークスのユニフォームを着て投げてる姿とかは見られますか？見ました、見ました。YouTube でいつも追っかけてます。この野郎またフォアボール出しやがったなと。やはりいい時ばっかりじゃないです。むしろ悪い時の方が多いと思います。その中でどう自分のメンタルとそのボールを結びつけていくか、そういうところが長けてるピッチャーがやっぱりずっと大波小波じゃなくて小さい波で進むピッチャーで安定した力が出せるんじゃないかなと思います。どん底から這い上がってきた不屈の男。誰よりも一軍のマウンドに飢えている右腕がホークスを支えます。勝ちパターンとか、そんな正直僕の中ではどうでもいいというか、ロングでも投げますし、ワンポイントでも投げますし、言われたところで投げるってだけなんで、どこで投げようがもう一試合一試合全力でやるだけです。